にちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかなと思ったんですが、まあ、昨年のね、4月に、まあ、2023年の4月にね、ゼロから稼ぐネットビジネス講座っていうのをね、開催しまして、まあ、多くの方にね、参加していただいて、まあ、結構ね、皆さんにね、喜んでいただいた、そんなね、講座をね、またね、今ね、準備中なんですけど、それをね、まあ、もうすぐね、開催しようとね、思っているんですが、まあ、去年のね、資料を見たりとか、まあ、去年ね、参加してくださった方の声みたいな、そんなものをね、見返していましたら、まあ、結構ね、ネガティブなね、ことをね、書いてる人がいて、中にはね、自分みたいなね、バカがね、稼げますかみたいなね、そんなようなね、ことをね、書いてあって、まあ、学歴もね、全然ないし、なんかね、まあ仕事でね、ずっとね、まあ工場勤務をしていた自分にね、そんなネットビジネスでね、稼ぐなんてね、まあできそうもないみたいな、そんなね、感じで、すごくね、自分のね、自信のなさをね、こう、アピールしてきた方がいるんですけど、まあね、ネットビジネスってね、逆にね、バカの方、バカって言ったらね、あれなんですけど、稼いでる人にね、言ったら悪いんですけど、バカの方がね、稼げるっていう風にね、まあ、自分はね、思っております。そのバカっていうのは何かっていうと、まあ、勉強がね、できる、できないっていうようなね、そんなね、バカ、まあ、勉強がね、できる人は偉いけど、勉強ができない人はバカっていう、そのね、偉いバカではなくて、まあ、ネットビジネスの場合ね、なんかね、こう、バカになってやってみるっていうようなね、そんな人がね、まあ成功していく。まあ自分もね、本当にね、ついてるっていう言葉、まあこれすぐね、この話になって、ついてるっていう言葉知った時に、まあこれ何回も言えばいいよなんて言われた時に、本当にバカみたいにね、周りからね、こう見たら、まああんまりね、人がいる時にはね、声出して言わないんですけど、まあよくね、お風呂の中でついてるって言うとね、何ブツブツ言ってんの、念仏みたいに言ってね、家族にね、よくね、言われて、あ、ついてるって言ってるとね、いいことは、ついてることが起きるんだよみたいなこと言うとバカじゃないみたいな、そんな風にね言われる、そういったね素直さ、まあ素直にね、どんどんね、まあバカになってね、やってみるっていう、そんな人がね、まあ成功するっていうようなね、そんなね、ことで、まあそういったね、もうリスクを恐れずにね、挑戦するバカにね、なる人がね、本当にね、うまくいってるなぁなんてすごいね、考えます、思います。それでね、逆にね、なんかね、こう、バカはバカでも、なんかね、こう、何でも聞いてしまうバカっていう、なんて言うんでしょうかね。まあ、こういう言い方ね、良くないかな、なんて思うんですけど、まあ、例えば自分、その時にね、メルカリでね、不用品販売ね、やりましょう、みたいな、そんなね、感じで、とかね、あとね、自己アフィリエイトやりましょう、みたいな、そんなことをね、まあ、その講座の中でね、言っているんですけど、まあ、メルカリのね、まあ、アカウントの登録の仕方を教えてくださいみたいな、そんな感じで、まあ、アカウントの登録の仕方、僕はね、頭の中ではもうアカウントはね、もう誰にもね、こう、ちょっと調べればね、できるものなので、そこは想定してなくて、まあ、アカウントの登録もわからないんだなぁなんてね、そんな風にね、思って、まあ、僕の場合はね、こう、いちいちね、こう、スクショを撮って、1番、2番、3番ってね、何枚もね、画像をね、まあ、自分が登録する体で、こうね、登録していて、ここをタップするってね、順番に教えていって、まあ、最後ね、自分が登録してあるんで、そこはね、登録できないところまで行って、あとはね、ここで登録って押すだけですよっていう、押すんですよ、みたいな、そんな順序だって、こう、教えていって、ってあげたんですけど、結局その方メルカリ登録したのかどうかもね、分からずにね、まあまあその後ね、連絡がなくなってしまったって、これね、本当にね、ちょっと調べればね、いいことをね、全くね、調べずもせずに、ただどんどん聞いてくるっていう、そういった方は、まあネットビジネスにとっては、まあ本当のね、バカって言ったら悪いんですけど、本当のね、こう、まあネットビジネス成功できない人、まあ前者のね、人はね、どんどん調整する、メルカリで不良品販売やるといいですよって言うとね、もうメルカリないんですけど、じゃあちょっと登録してやってみますって言ってね、すぐね、こう、あ、不用品ね、販売してみましたとかね、まあ不用品、売れました、1個売れましたみたいな、そんな感じで、まあ本当にね、その1個のね、まあこう、まず登録っていう、そういった作業にね、挑戦して、それで出品するっていう、それで売れたらね、またね、それをね、こう、やり取りして、それでね、まあ無事に届いたら評価してもらって、まあお金がね、入る。そのね、体験がね、すごくね、
い大事ですけど、それってね、なんかいろいろ考えてね、いや売れない、こんなの売れないよとかね、そんな風にね思ってるんではなくて、やっぱりねやってみてくださいみたいな、本当にこんなの売れるかななんて思うような、そんなものでもね出してみてってね、そんな風にね言うとね、あのもう、あ、わかりました、やってみますなんて素直にね、まあ聞いて、それでね、まあ素直になるバカっていうんですかねバカ正直、まあちょっとねわからないんですけど、まあそうやってねやっていく人がね、どん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 ね成功していく中で、いろいろ考えてね、考えたりね、何でも聞いてきて、どうやるんですか、どうやるんですか、まあ聞くのはね本当にね自分も聞かれるのすごいね嬉しいんですけど、それをね聞いといて何もやらないっていうのがね、本当にね、あ、もったいないなっていう風にね感じます。やっぱりどん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 ねやってみるっていう、そのくらいねバカになってやってみるっていうようなね、そんな人がねどん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 成功していくっていうことで、バカはね成功する、稼げるっていうようなね、そんなねことですので、そのねバカっていうのはね決してねバカにしている、そういったバカとかね、そういったわけではなくて、まあ本当にねバカになってやってみるっていうようなね、そんな人がね、まあ、稼げる、まあ、成功するっていうようなね、そんなね話をね、ちょっとね分かりづらかったか、ちょっとね本当にねバカにされたっていうようにね思った方っていうのは、やっぱり行動してない方なのかなって、ね、そんな風にね感じましたので、まあバカはね稼げるっていうようなね、そんなねタイトルとか、そんな風にね、バカは稼げますかって、そんなねタイトルにねしたんですけど、決してねバカにしているそんなわけではないので、ちょっとねその辺ね理解していただければなーなんて、そんな風にね思います。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。では今日も最後まで動画をご覧くださいまして、どうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。